ウリエルが間もなく獣神化するということで、出た当初からずっと私はウリエル推しだったんだけども、悲しみを持ちながら、いろいろと思い出しながら、語りながら、つくみをやっていこうっていう、そういう動画。極み。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。ダーはい。画面を見てもらうと、謎の不自然さに気づかれる方は多いんじゃないでしょうか。ですね。うん。そうなんです。今、こう、こんな感じでこう、わかります?こう、マナーモードを、こう、ちゃんとオフか確認した瞬間に小指が間違って触れて、最初のウリエルが、突拍子もない動きでしたね。うん。ちょっと待ってね。はい。ということで、変な動きしてしまったトッポジードだけども、普通にやっていきたいと思います。あれは、いつだったかな?懐かしいね。ウリエルがさ、まだ、実装されたばっかりだった頃の話だ。うん。あれは、去年の話かな。僕は、いつも通り朝、学校に向かってたことを覚えてる。そこで彼女は、こう言ったんだ。もし私を欲しいって思うなら、今すぐ iTunes カードを課金して、獣神祭を引きなさい。今、予想以上にさ、こう止まっちゃったからびっくりしちゃって、止まっちゃったんですけどね。そういう風なね、出会いを繰り広げたわけですけども、うん、やっぱウリエルって強いよね。俺今まで、あのモンスターストライクの中で一番強いキャラクターは何ですかっていう結構ご質問されるリトルベイビーたちがいるわけじゃん。いるじゃん、かわいこちゃんとか。その子たちに俺は必ずこう答えてたんですよ。最強はウリエルだって。下手だな俺。そうそう、それぐらいウリエル推しだったんだよね。そうそうそう、だからね、今回獣神化にあたってね、やっぱりうん、ツッチの企画パクってさ、使い納めしとこうかなと思って。なんかさ、くせえな、まあいいや。ん?こんな感じかな。まったく変な匂いがするけど。これなんでこういう風に上残したかっていうと、レーザーバリアじゃねえや。重力バリアじゃねえや。なんだっけ?ダメージオールが来ても、なんとこっちの静かなウリエルだったら、大丈夫だな、ほいと。いうところを皆さんにお見せしたかった。強いんだよね。彼女って。そう。極まってるんだ。わー、いいね、いいね。ソウルの名前、指で引っ張れ、パレレ。ずっとおろとざまは、伝説目のしるべだろう。そうだな、全部伝説だよ。さあ結構 HP がね、少なめな女の子だから、あんまり無理させることはできないよね。言うても女の子だから、彼女だったらみんな結構この女の子酷使するかもしれないけど、女性だってことを忘れないであってほしい。これからもね、俺ってガッキー。さあ進んだ。あーそういうことね。やっちゃうよ。いいのかな。座って背中がね、若干痛いんだよね。釣りそう、背中が今緊張しちゃって、すげえ釣りそう。川の水に、川の主釣りやりてえ、たまに。うーん、面白いよね、川の主、海の主釣りも面白かったけど。なんか俺の動画って生放送みたいだよね。なんかくだらないことばっかり言ってた。全然ゲームの攻略の話しない。マジクチレベルマックス、スーパーリッチ、火力マックスですね。まあガロで言うとね、まああんまりね、あのギャンブルの話するとね、怒られちゃうから、ね、お前それいいのかよって言われたかもしれないからさ、リスナーさんに。
極まりながらさ、ゆったりと、悲しいな。多分今もう4時なんですよ。ということは、まあ話に聞いた話、聞いた話によると、3時ぐらいにできるって言ったんですよ。重心化が、この試合が終わった頃には重心化できるんじゃないかなって思ってる。うん、ちょっと期待上げ。まだできないのかな。もしできなかったらごめんね。あくまでも俺はあのそういう話を聞いたって。あそこ大丈夫でしょ、白バッグでしょ。あー違った、なんだよあいつは。お茶目さん、お茶目だなと。よし、ゆっくりやっていきましょう。次は、おお君か、君かっぱ。嬉しいね。カヨ様は悲しいけどさ、やっぱり強くなるからね。みんないろいろ言ってんじゃん、なんか酷評してんじゃん、ウリエルのこと。何言ってんだか、ウリエル強えぞ絶対ね。最近即死攻撃流行ってんじゃん。超絶は分かんないけど、爆絶とかさ、ザコが即死して攻撃してくんじゃん。12ターンでさ、まあ自分の HP は削るとはいえさ、自称 SS であるけど12ターンで放てるってことは、そういった白爆発の敵対策にもなるわけだね。究極にピンチになるけど、いきなりピンチになるけどさ、でもだよ、そんなの関係ねえよ、これは俺の物語だ。次、See you next time。 ほら、いけ、レッツゴー、ワオ、グワオ、うわクリティカルした。最後の意地を見せようとしてるね、グリリンが。マイウリリン、ウリリンって呼ぶね、ウリリンって呼ぶね。そして次は、あ、君か、君かか。いやしかしモンストあれだね、面白いねやっぱりね。もうさ3年目でしょ、3年目のゲームとは思えない、いろんな斬新なあれがあるよね。あとはこうインフレしまくらないことを祈るだけだな、一プレイヤーとして言わせてもらうんだったらね。うん、インフレはゲームの終わりを生んでしまうからな。それだけはダメだ、それだけは絶対にダメだ。お、これ倒したやつ、何、いや倒した。うわいいね、いいね、気持ちいい戦いだこれ。スパスパスパッと、さあそしてラストだ、決めに行くよ。 My name is チャンギーコ。ソラチク、スパスパスパ、うわこれはすごい、うわ、すごい、ほらほら、ほら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 、失神してくんないの。おお、そういう系、そういう系だ。オッケーオッケーオッケー、じゃあここでぶっ放す、ぶっ放すよ。みんな申し訳ない、私はここで決めさせてもらおう。号令だよね、そうそう、亡霊だからね、乱闘でもなるのさ。行け、レッツゴー。強いよこれは、言っとくけど。なんでかっていうと、彼女たちね、湿疹持ってるんですよ。もはや化け物級の女性である。さあさらに湿疹させたら、湿疹したでしょ、また何もできまい。これが私のウリエルの力だ。また湿疹したでしょ、何もできまい。これが俺のウリエルの本気だ。見事に使い技にできたね。そしてこのスピードが、最後はもう蝶のように待ってね、うん、決めてくれたよ。
ありがとう、ウリエル。そしてこれからもよろしくね。ちょっと重心化できるか見てみようか。多分再起動しないといけないかもしれないね。ちょっと普通に一回できるか見てみようか。チェックチェックチェック。お、もっと下だ。できんのかな、できないのかな。あれどこだ、いた。あ、で一回タイトルいって、どうや、データダウンロードない。あれ何、なんだって俺ツイッターでみんなに今日の3時できますよって言われたんだけど、おできるか、ついにその時が来るか。え、いやまあいいっすけど、ここありますけども。あ、違う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 、俺がやりたいのはこっちじゃねえんだ。重力バリアでくくっちゃったかね。じゃなくて、こっちだ。3の2ね。3の2。三三三太陽の光と。ちょっと待って。頭振ってるし、ちょっと頭酸欠なしで今。きつい。あ、何やってんだ俺。3の2だろ。ちょっと待ってね。おい。ちょっとめんどくせえなこれ。三。三だろ。向こう三だろ。三三。うん。向こう三作っとくか一応。重心で集めたんだよ一生懸命ね。チャンギコマリーニさ、ちなみにチャンギコマリーニって何かっていうと、バイオハザード1の、ブラボーチームのリーダーかな。うん、エンリコマリーニのパクリだから、ごめん。アルファチームだったらちょっと記憶は定かじゃない、昔すぎてね。火は2個だよね。え、あれ、あったあったあった、ビビらせやがって。2個、ニッコニッコニーって何だっけ、なんか好きな人いるんですよね。からの2、あ、違う、でも1個2かな。あ、違ったらごめん。なんかハエが飛んでる。何ハエ飛んでんの？ハエさん？いたずらが過ぎますぞ。こうかな。よし、これで一応3、2、3、2、3、2、3つはゲッチュしたね。じゃあ中心化させようか。マイウリエル、マイオレオ、マイオレオさ、いきます皆さん。ちょっと時間かかっちゃったけど申し訳ない。まずは、いきます、重心化開始。おや、さよなら神か。よっしゃー、一撃失神。オッケーオッケーオッケー。二人目いきます、さよなら、レッツゴー。うわっ、うわー、どん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 変わっていく。じゃあ三人目もいきます、いきます、私のウリエルはこのようになりおせた。いやー嬉しい。皆さんもぜひぜひね、作ってみてください。ということで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。